こんにちは、フェルナンドこと拓也です。今までのガリシア地方からカステーリアイレオン地方に一気に戻ります。天候も街の雰囲気も変わります。世界遺産にサラマンカの旧市街として登録されています。それではどうぞ。7月8日今日は長距離移動なので途中休憩を入れます。サンボラ手前のエスラでリコバヨ貯水池です。2度目の休憩です。ガリシア地方とは別のカステーリア・イ・レオンの風景が続きます。サラマンカのパラドールに到着しました。441km の走行となりました。普通に近代的な宿です。テラスからサラマンカの旧市街が望めます。部屋の窓からは駐車場が見えます。サラマンカは古代ローマ人によって築かれ、銀の道の中継地として栄えた歴史ある町です。ローマ橋を渡って旧市街に入ります。トルメス川がとうとうと流れています。町中は大勢の人でにぎわっています。連泊なので町歩きは明日にして食事をして帰ります。翌7月9日、昨日とは別の道を通ります。歩道橋の上から旧市街を望みます。エンリケ・エステバン橋です。川と旧市街です。なかなか感じの良い光景です。下流にはローマ橋が見えます。城壁は一部が残っているだけです。観光案内所に向かいます。右手の建物の1階が観光案内所です。この建物は貝の家です。ホタテ貝はサンティアゴ巡礼のシンボルで、この家は巡礼者を守る騎士団の家でした。約400ものホタテ貝が取り付けられている。貝の家の向かいに立つクレレシアです。バロック様式建築の傑作とされるこの建物の建設には100年以上の歳月が費やされたそうです。この広大な建物は現在ポンティフィシア大学の本部となっています。中に入れます。美術館さながらです。塔に登れます。街が見渡せます。隣の塔にも行けます。ドームが間近です。カテドラル方面です。サラマンカ大学方面です。クレレシアとポンテフィシア大学ですが、大きすぎて全体像を捉えきれません。町の中心に向かいます。マヨール広場に着きました。マヨール広場です。スペインで最も美しい広場と言われています。すでに紹介した通り、田舎の町で美しい広場はアルマグロのマヨール広場です。マヨール広場の外側です。突然ですが、空き瓶の回収車です。機械に引っ掛けてグワッシャンと行きます。カテドラルの方に戻るとパティオデラスエスクエラス広場に出ます。皆さん何か見上げています。サラマンカ大学の正面入り口です。サラマンカ大学は1218年ス
ペイン最古の大学として創設されました。サラマンカはヨーロッパ有数の大学都市として発展してきました。一つ一つ解説されています。1534年に作られたプラ・テレスコ様式の傑作です。中は近代的な大学のようです。サン・エステバン修道院です。コロンブスはこの修道院に滞在しながらサラマンカ大学天文学部に通ったそうです。チェリゲラ様式の傑作です。レリーフが浮かび上がっています。アヤナ広場とカテドラルです。広場は学生たちの憩いの場となっています。確かに彫刻は素晴らしい。よくここまで掘り上げたものです。カテドラルの南にあるガーリョ塔です。大きすぎて画面に収まりきれませんが、どっしりとした美しさです。本日の夕食はバルでいただきます。量も調整できて安い。一皿1ユーロです。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。